こんにちは、平田フットボールクラブでございます。さあ、この時間は、J リーグの、開幕戦のカードが発表されております。そちらの J2 の方をちょっと見ていきたいなと思っております。いろいろ喋りますけど、移籍まだちょっと動いてますので、ここで喋っててももしかしたら変わってる可能性ありますけど、そのあたりご了承いただきたいなと思っております。今シーズンは本当に動きが激しいので、ちょっとまだまだ予断を許さない、状況ではありますけども、それでは、J2 の、開幕カードを発表されておりますので、一覧ご覧ください。どうぞ。さあ、こんな感じでございまして、2月の27、土曜日ですね、こちら2試合、そして28日に1、2、3、4、5、6、7、8、9、9ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、9試合、11試合、全部で11試合。だから今シーズンは J2 は22チーム、22クラブの、戦いということになります。まあでもね、まあ多分試合数はちょっと増えてるんでしょうけども、まあ去年のね、本当に連戦連戦のことを考えればという感じがいたしますけども、こんな感じでございます。27日一番上がギラバンツ北九州とアルビレックス新潟のゲームということになります。北九州はもうかなり、まあ、2020年シーズン活躍した選手が、まあ、移籍してというところで、どういうチームになっていくのかなというのは全く予想がつかない状況なんですが、やっぱ小林慎二監督が、まあ、2019-2020、つまり J3、J2 と、2年で作ってきた、チームから多分メンバー変わるので、もしかしたらそのやるサッカーももしかしたら変わるかもしれませんし、そのあたりは多分小林慎二監督がいるメンバーの中での、一番あの最大値を出すためにはどのサッカーがいいかというのを多分考えてくる、またそのキャンプ、そのためのキャンプになるのかなという意味では、ちょっとこの本当にメンバー構成からちょっと注目したいなという感じがいたしますし、まあ、新潟の方も、まあ、昨シーズンからまあ監督は引き続きということになりますが、その中でちょっとメンバーもかなり移籍した選手もいますので、まあ、入れ替わりながらですが、どういうメンバー構成になってくるのかというところはちょっと注目していきたいな。特に北九州はもしかしたらサッカーのなんかやり方、方向性みたいなのもちょっと違うやり方になるかもしれませんし、ちょっとそのあたり注目していきたいと思います。土曜日のもう一試合はビハーレン長崎対ツェーゲン金沢ということで、昨シーズン長崎いいサッカー見せてましたし、本当にいいところまで行きましたが、残念ながらというシーズンで、今シーズンにかける思いは、強いのかなという感じがいたします。まあ、その中で、まあ、徳倉選手も入りましたという中で、まあ、メンバーは、ある程度、残ってる部分も相当ありますので、昨シーズンの戦った監督が、変わった中で、まあ、昨シーズン作り上げたサッカーからどういうサッカーになっていくのかというのはちょっと見ていきたいなと思っております。さあ、そして対するツェーゲン金沢なんですが、こちらもまあメンバー変わりました、新しく入った選手もいますという中で、今シーズンはどちらかというと、ちょっとこう他のクラブで、経験のある選手が入ってきたかなと、まあ、今までその高卒とか大卒っていう選手だけじゃなくて、まあ、それこそ庭志音選手だったりとか、瀬沼選手とか、島田慎太郎選手、庄司ほのや選手とかで、まあ、よそのクラブでもこう出てた選手が入ってきたので、ちょっとまた今シーズンは柳下監督もちょっと狙うところがもうちょっとこう上を目指すようなところになってくるのかな。だからその今までの戦力プラスこの新しいメンバーの融合、そこはちょっとどういう形になっていくのかちょっと見ていきたいなと思っております。さあ、そして、日曜日、2月の28日の日曜日、1、2、3、4、5、6、7、8、9試合ということになります。水戸ホーリーホック対大宮アルディージャということで、水戸は昨シーズン本当にアグレッシブな、面白いサッカーを見せましたという中で、またちょっとメンバーも変わりつつありますという中で、昨シーズンの戦いが多分、ああいう戦いを見せると来る選手も、あ、水戸はこういうサッカーやるんだなっていうある程度認識で来てると思いますんで、そのあたりはフィット具合はもっと早くなるのかなという感じがいたします。さあ、そして大宮の方は、まあ、監督さんも変わりましてという中で、やっぱりここはもうやっぱチーム力はもともとその自力のあるチームですから、
うまくこう波に乗ってシーズンからこうどんどん飛ばしていきたいようなところじゃないかな。そしてまあ昇格を狙っていきたいんじゃないかなと思いますが、この水戸大宮楽しみにしたいと思います。さあそして栃木と岡山のゲームということで、栃木また昨シーズンはね本当に印象に残るシーズンということでしたけども、まあ秋元選手が抜けましたとか、まあ何人かこう入れ替わる中で、今シーズンちょっとどういう戦いを見せるのか、また昨シーズン引き続きあのプレスをかけていくようなそんなチームになっていくのか、もうちょっとこう色合いが変わっていったりするのかっていうのは、ちょっとこう田坂監督のその辺のこうマネージメント、ちょっと楽しみにしたいなと思っておりますが、今シーズンはどんな戦いを見せていきますでしょうか。さあそしてその対する岡山ですけども、岡山もやっぱりこう自分とこのその岡山のやり方というかね、なんかチームの色、クラブの色っていうのはありますから、その中で、まあ、ちょっと昨シーズンは成績があまりこう上にはいけませんでしたが、今シーズンはどれだけこう上の上位で戦えるかというところでは、この本当に序盤から大事な戦いが続いていくかなと思っております。さあそして、ザスパ草津群馬対、J3 から上がってまいりましたブラウブリッツ秋田のゲーム、これ楽しみですね。というのも、群馬は昨シーズン終盤非常に良かったですからね、あの戦いが、まあでもシーズン変わるとちょっと分からないですけどね、まあ、メンバーも変わっているという中で、やっぱりこう見る側もあの勝ち点同じでも最初に良くて後悪くなっていくシーズンと、最初悪くて最後に良くなっていくのと、勝ち点同じでもやっぱり印象違いますからね。これ勝ち点いい方で終わるとやっぱ期待感が高まりますから、その分でやっぱ群馬を応援されている方も今シーズンに対する期待感ってちょっとやっぱ上がってるんじゃないかなと思いますが、これブラウブリッツ秋田との戦いってやっぱり難しいですよね。やっぱ J3 から上がってきたチームというのはかなりやっぱり勢いありますし、やっぱりそのチャレンジャースピリットというのは相当あるチームで、こちらも本当にハードワークを厭わない、ブラウブリッツ秋田なので、これは群馬にとっては難しい相手かなという感じがしますし、ゲームとしては非常に面白いゲームになるのかなという感じがいたします。さあそしてジェフユナイテッド千葉対ヴァンフォーレ甲府ということで、やっぱりこの両チームはやっぱ上位でなんとかシーズン終盤までこう持っていってもらいたいなという感じがいたしますし、この両チームがこう上でなんか競るような戦いになれば、さらにリーグが盛り上がっていくのかなという感じがいたします。まあ、ちょっとメンバーは変わりつつある中で、まあ、昨シーズンから監督は引き続きということですから、その、まあ、その戦い方をベースからどういう具合に上積みしていくのか、注目していきたいと思います。さあそして東京ヴェルディと愛媛 FC のゲームですが、ヴェルディの方は、まあ、ヴェルディらしさという部分では、まあ、あの藤田ジョエル千葉選手とか井上志音選手が、まあ、チームを去ったという中で、まあ、もちろんでもずっとこうヴェルディらしさを出す選手もいっぱいいます。その中に加藤貢献選手が入ります。で梶川選手ももともとヴェルディにいましたけど、またその時のヴェルディはちょっと色合い変わってますし、そこの中でどういう融合を今までのヴェルディ色プラスその加藤貢献選手とかがもたらすその化学反応、そこはねちょっとやっぱ昨シーズンのヴェルディっぽさとまだ2021年のヴェルディっぽさみたいなのが出てくるのかなという感じがいたしております。さあそして愛媛 FC もこうやって本当に、どんどん勝ち点を重ねていきたいというシーズンになっていきますので、この開幕から本当にあの大事なゲームになっていくのかなという感じがいたしますので、このヴェルディ愛媛を注目していきたいなと思っております。FC 町田ゼルビアとモンテディオ山形、これちょっと面白そうかなという感じがいたしますね。まあゼルビアの方はかなりまた新しい選手も入れてます、昨シーズンのベースもありますという中で、どういう感じのこう今シーズンに向けてのチャレンジ、してくるのかなというところも楽しみにしたいですし、山形も昨シーズンやっぱ攻撃陣面白かったですからね、またその中でどういう、今シーズンは戦いを見せていくのかちょっと見ていきたいな。昨シーズンのイメージだと町田がしっかりと組織で守って山形が攻めるというイメージありますが、さあ今シーズンどんな戦いを見せるのか注目していきたいと思います。
さあ、そして、J3 から昇格してきました SC 相模原と、京都サンガ FC ということで、これは面白いと思いますね。まあその相模原が、その J2 の中でどうやって戦っていくのかっていうところ、ちょっと見ていきたいですし、やっぱりその、まあ、クラブの盛り上がり、その街の盛り上がりというのも非常に楽しみですし、そうだから今シーズン町田と相模原とかもありますからね、ご近所さんでしょ結構ね。だからこれも楽しみなゲームありますしね、今シーズンは。で相模原のそのホームの J2 での戦いというのも見ていきたいですし、京都は、チョー・キジェ監督が、まあ、就任したというところで、この今までの京都とはちょっとイメージが、変わってくるのかなという中で、ちょっとこのお披露目といいますかね、キャンプでどうやってそのチームを仕込んできたかというのをちょっと注目していきたいと思います。そして、レノファ山口 FC 対松本山鹿 FC、 これは面白いですよ。というのも両チームともかなりメンバー入れ替えてます。まあ、山口の方は監督も変わりました、メンバーも新たに選手入れましたという中で、まず、これまでのサッカーとはまた違った、サッカーを多分見せてくるのかなという感じがしますし、もう松本に関して言うとわからないなぜならば、松本のメンバーインアウトこんな感じですすごいですね。以前もこの平畑フットボールクラウドで、松本山鹿 FC の、インアウト状況をちょっとご紹介させていただきましたけども、あれからでもまた、昨シーズン水戸ホーリーホックで活躍しました山口和馬選手が、松本山鹿 FC に加入ということで、これどうなるんですかね。松本本当にあの全くどの選手が出てきてとか、もうまずその背番号とかも僕ちょっと全然分かんないですし、もうイメージも湧かない。ただなんかすごい選手がいっぱい入ってきてるぞという感じがして、今年はちょっと松本かなり注目かなと。だからあの山口松本っていうのはこれ本当に今シーズン変わってるので、昨シーズンのちょっとイメージからいくと相当ちょっと違う印象を受けるかもしれませんが、まずどんなチームでどんな選手が出てくるのか、ちょっと楽しみにしたいですし、これ開幕戦に勝つとね、やっぱ応援してる方もあっよっしゃ今年これでいけるぞっていう感じになりますからね、ちょっと楽しみにしたいと思います。そして、ラストは FC 琉球とジュビロ磐田ということで、 FC 琉球ホームでスタートということですけども、さあ琉球も、まあこう本当に攻撃的なしっかりとボールを握りながらというサッカーをここまで続けておりますが、今シーズン、どれだけまたさらにこう楽しい攻撃的な、サッカーを見せてくれるかなという感じがいたしますし、さあジュビロの方も、まあ、鹿沼選手、相模原が入りましたし、まあ、鈴木優斗選手も、これいいですよ。鈴木優斗選手はもう結構いろんなところで結構レベルの高いプレー、この選手の加入も大きいんじゃないかなと思いますし、そして大津幸選手が、ジュビロに入ったというところでは、またこの2021年の新しい、ジュビロ磐田の色合いというのがちょっと出てきそうかなという感じです。本当に今シーズンもかなり、混戦になってくると思いますけども、その中で、抜け出していくのはどこか、まずはこの開幕戦、非常に楽しみなカードも多いなという印象ですので、ぜひ、開幕戦楽しみにしていただきたいと思います。以上でございます。失礼いたします。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。